ハンス・ゾーティンは、ドイツのバス歌手、ドルトムント出身。地元の音楽院で、ディートガー・ヤコブに声楽を学び、1962年のエッセンにおけるリ・ヒャルト・シュトラウスのバラノキシの上演で、警察官役を歌って、初舞台を踏んだ。1964年には、ハンブルク国立歌劇場に移籍し、同歌劇場から、宮廷歌手の称号を得た。1970年には、 グラインド・ボーン音楽祭に参加して、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトの魔キの上演でザラストロ役を歌った。1971年には、シカゴリリック・オペラに初出演を果たし、バイロイト音楽祭にも出演するようになった。1972年からメトロポリタン歌劇場、1973年からウィーン国立歌劇場、1974年には、 コベントガーデン王立歌劇場、1976年には、ミラノのスカラザのそれぞれに初登場し、以後、欧米の主要な歌劇場に客演を重ねた。1992年からは、ケルン音楽大学で、後進の指導にあたり、2012年に、歌手活動を引退した。ハンス・ゾーティン・ディスコグス・ハット、ベース・ハンス・ソーチン。2019年4月24日時点の、 オリジナルよりアーカイブ。2019年4月24日閲覧。ハンスゾーティン IMDB ハットアーカイブ2019年4月30日。ウェイバックマシン。ハンスソーチン。2013年1月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年1月2日閲覧。ありがとうございます。